この山形県高畠町は、かつては優秀なマタギ犬の子を安犬の産地だった。この地の犬の宮、猫の宮は、この子を安犬の伝説に関わるもののようだ。和道年間708から714、この地高安村は、毎年、春、秋の2回、都の役人に、年貢の代わりに人を差し出さなければならず、村人は難住していた。ある年、文殊堂帰りの旅の座頭が道に迷い、一夜の宿を乞い、村人から、この不思議な人年貢の話を聞き及んだ。座頭は、これは、尋常な者の仕業ではないと考え、村人に、悪魔退散の策を授け、村を去った。村人たちは、座頭から言われた通り、甲斐国から、三毛犬、四毛犬を借りてきて、役人たちを首席に招いた。役人たちの酔いが回ったところで、二匹の犬を放ったところ、犬は、役人たちに襲いかかり、大乱闘になった。乱闘が収まり、明かりが静まり返った頃、村人たちが、恐る恐る座敷を覗いてみると、血の海の中に、子牛のような大田抜き2匹と多数の荒田抜きが折り重なって死んでいた。三毛犬、四毛犬も傷を受け、手当てをしたが、三毛犬は間もなく死んでしまった。村人たちは、この村を救った三毛犬を村の鎮守とし、祀ったところ、この村は、難産もなく生まれる子供は無難に育ち、村は栄えたという。四毛犬は、庄屋の手当の会があり、生き残り、たくさんの子供を産んだ。この地に生まれる犬は、強い耐久力と激しい闘魂を持つ優秀な狩猟犬で、子牛安犬として今に伝えられる。延暦年間781から805、高安村に信心深い庄右衛門とお峰という庄屋夫婦が住んでいた。二人には子供がなく、猫を可愛がっていたが、なぜか次々と病死してしまう。そこで、丈夫な猫が授かるように祈っていたところ、ある夜、夢枕に観音菩薩が現れ、猫を与えるから大切に育てよ。さすれば、村中安泰、養蚕も盛んになる、とお告げがあった。翌朝、庭に三毛猫が現れ、夫婦は大いに喜び、玉と名付け大切に育てていた。ところが、歳月が経つに従い、不思議なことに、お峰がどこへ行くにも片時も離れず、寝起きは、もちろんのこと、特に川屋へ行くと、天井を睨み、今にも飛びかからんばかりに耳を横にしてうなっている。そのあまりの異様さに、思い余った庄右衛門は、隠し持った刀で、玉の首を切り落としてしまった。すると、玉の首は、川屋の屋根裏に向かって宙を飛び、そこに潜んでいた大蛇の首に噛みつき、大蛇を噛み殺した。この大蛇は、70数年前に、三毛犬、四毛犬に殺された古田貫の怨念の姿であり、玉は庄屋夫婦を守っていたのだった。庄屋夫婦は、大いに悔やみ、
村人たちと共に観音堂を建てて年頃に弔い、猫の宮と称した。以後、村人たちは猫を大切に育て、養蚕も盛んになったと伝えられる。この猫の伝説は、宮城県の仙台市、利府町などに大筋で同じ内容の伝説が伝えられている。